年収はいくらぐらいですか？私、専業主婦希望なので最低700万ぐらいのじゃないとお話しする気ないんで。ブラックワールド。ボーナス出たから今日はパーッと飲みに行くか。私は欲しかったブランドのバッグを買っちゃう。ボーナス？何それ美味しいの？私は鈴鹿、50歳、派遣でジムをしている。これまで正社員で働いたことのない私は人生で一度もボーナスをもらったことがない。まさに何それ状態だ。財布には1000円しか入っていないのでお金を下ろそうとするが、残高500円、次の給料日まであと1週間、毎月生活はカツカツだ。給料は時給換算なので、先月のように祝日が多い月は給料が少なく、月末はサバイバルだ。アパートに帰り、特売の時に買いだめしたカップラーメンをすする。食品の値段は上がる一方で、卵や肉なんて高くて買えない。みんな今頃美味しいもの食べてるんだろうな。最後に肉食べたのいつだっけ。同じ職場で働いているのに、どうしてこうも待遇に差があるのか。以前派遣先で待遇の改善を要求したらすぐに契約を打ち切られてしまった。それから会社では余計なことは言わないようにしている。そう、寒い。でも灯油を買うお金もないし、ダウン着て寝よう。私は築60年のボロアパートに一人で住んでいる。今週は10年に一度の寒波がやってきた。あちこちから隙間風が容赦なく吹き込んでくる。でもこのまま寝たら二度と目を覚まさないような気がする。10年前は頻繁に実家に帰り、ご飯を食べたりビールを飲んだりしていたのだが、ねえ、家に入れてよ。いい加減にしなさい。あんたが作った借金を何回肩代わりしたと思ってるの。もう二度と来ないで。そんな、私を見捨てるの？リボ払いに消費者金融、派遣の給料だけで生活できず、いろんなところから借金した。それを親に肩代わりしてもらっていたら、親に縁を切られてしまった。もともと人付き合いに積極的ではないので、ご近所付き合いもない。というか、こんな激安ボロアパートに住んでいる人はおかしな人が多い。夜中に叫び声が聞こえることも少なくない。そんな人たちと仲良くできるわけない。もうこんな生活嫌だ。ここから抜け出したい。誰か私をここから連れ出して。棚の上に置いたお見合いパーティーのチラシが目につく。本屋に行った時にもらったものだ。女性無料の文字が目に入る。男の人と話すのがあまり得意じゃないから避けてきたけど、こうなったら婚活するしかない。暖かい部屋で美味しいものをお腹いっぱい食べさせてくれる旦那様を見つけるのよ。チラシに載っていた番号に電話して、私は週末初めてのお見合いパーティーに参加することに。50歳にして初めての婚活だ。お見合いパーティーでは男性が移動して女性と会話する形式だ。目の前の男性は何も喋らない。こういう時は男性がリードするものでしょう。仕方がないので私は男に質問をした。年収はいくらぐらいですか？私、専業主婦希望なので最低700万ぐらいのじゃないとお話しする気ないんで。未だにそういう人いるんですよね。世の中に年収700万の人がどれくらいいるか知ってますか？総労働人口の 14% ですよ。年収700万で婚活している男性なんて希少種ですよ。はい。それに今時、専業主婦希望だなんて。今の時代、夫婦共稼ぎで家事は折半というのが当たり前ですよ。男性に養ってもらう気満々の女性なんてごめんです。何なのよ、こいつ。おとなしそうだと思ったら専業主婦叩きかよ。時間になり、違う男が私の目の前に座った。で、あなたお仕事は？派遣でジムを。派遣ですか？私としては正社員でバリバリ働いている方がいいんですよね。で、年収は？資産は？年収とかお金のことは女性が男性に聞くものでしょ。何を言ってるんですか。男だってお金を持っている女性がいいに決まってるでしょ。若くて美人じゃないなら。私たちは無料の女性と違って高いお金を払って参加しているんです。結婚の可能性のない女性と話すなんて時間の無駄です。それでは。何なのよこいつ、ムカつく。
ようやく辛い時間が終わり、次の男性が目の前に座ったのだが、年収はおいくらぐらいですか？お勤め先とか大手でたくさんボーナス出ます？話聞いてます？まさかの完全無視。ちょっとイケメンだからって調子に乗りやがって。周りの男女は楽しそうに話してるのに、どうして私だけうまくいかないのよ。なんで LDH 風イケメンで高収入の男はいないの？そして次に私の前に座ったのは山口です。先までニートでした。寝ちゃって。今度はデブニート。痩せてから話しかけろよデブ。なんだと？かわいそうと思って話しかけたのに、このブス。ブスじゃねえし、お前の目が腐ってるんだよ。うるさい、ブーシュブーシュ。あんたみたいなデブ、こっちから願い下げだ。デブ男との小学生のような頭の悪いのの知り合いのせいか、フリートークの時間、私に話しかける男性は一人もいなかった。私の自尊心はボロボロだ。婚活はメンタルをやられると聞いたが、それは真実だ。もう家に帰りたい。家に帰り、テレビをつけるとニュースをやっていた。50歳までに一度も結婚したことがない生涯未婚率は男性 28%、 女性 17% と増加しています。男性の生涯未婚率は2040年には3割近くに達する見込みです。みんな結婚しないんだ。私もしばらくこのまま独り身の方が気楽でいいや。そのうち運命の LDH 風イケメンの王子様が現れるわよね。それから10年後。今日は体調が優れないんでお休みします。鈴鹿さん、今月これで体調不良で休むの3回目だよね。この調子じゃ次の契約を更新できないよ。しっかり体調管理できないならうちでは無理だから。60代になり体力がめきめきと落ちていき、それに伴い働く時間も短くなり、月収は10万まで減った。彼氏どころか友達もいない。体調不良で動けない。こんな時に助けてくれる人は誰もいない。お金もないから唯一の娯楽はスマホで無料の動画やゲームを楽しむくらいで、ずっと一人ぼっちの生活。なんか食べるものをって部屋が臭いし狭い。気がつけば部屋はカップ麺の容器やお菓子の袋なんかを詰めたゴミ袋で、部屋は溢れ返っている。これがゴミ屋敷か。でももうどうしようもない。お金もないから業者さんも呼べないし、もうゴミを捨てに行く元気もない。なんか食べるもの買ってこなきゃな。しばらくカップ麺や酢うどんしか食べていない。今日は奮発して栄養のあるものを食べようか。そう思い立ち上がると、う突然目の前が真っ暗になった。あれ、私まさか死んじゃうの？薄れゆく意識の中で私は思った。一生処女のままで家族もいなくて孤独なまま私は死ぬのね。来世ではボーナスもらってイケメンな彼氏とデートできますように。私の名前は鈴鹿。実家暮らしをしている40歳だ。ニートで子供部屋で暮らしていると、子供部屋おばさんなんてネットで叩かれる。子供部屋おばさんという理不尽な信号を聞くたびに正当な怒りが湧いてくる。むしろ女性は被害者よ。女まで経済的自立をしていないと生活できないほど解消のないだらしない男たちが増えたことの方が社会問題じゃない。私は何も悪くない。今回はそんな私のいつもの一日を紹介する。朝8時、このくらいの時間帯になると寒さとカレーのせいか匂いで目覚めることが多い。起きたくないな。めんどくさいことは大嫌いだ。子供部屋は加湿器やエアコンのおかげで快適だが、さすがに廊下やトイレは寒い。しばらくゴロゴロ寝返りを打っていたが仕方なく起きる。寒い寒い、しょんべんしょんべん。ほとんど一日中一人でいるせいか独り言が多い。
他人がいれば注意して減らすのだろうが、そんなこともない。すっきりすっきり。ベッドに戻って二度寝したら10時に本格的に起床。運動しないせいか腰などが痛いので、ベッドはスプリングがいいものを使っている。あら、またちょっと太っちゃったかしら。運動せずくっちゃにしているので太るのは仕方のないことなのだ。少し動いただけでうっかりジュースが残っていたペットボトルを倒してしまい、周囲が汚れてしまった。よく見ればベッドも周囲もジュースやお菓子のカス、ゴミなどで汚れているが、慣れてしまって気にならない。まあいっか。それよりログインボーナス、ログインボーナスっと。起きたらまずお気に入りの恋愛シミュレーションゲームでログインボーナスをゲットするのが日課だ。今日も可愛いよ、僕だけのハニー。今日もりょうたくんの声が聞けて幸せ。推しの声優りょうたくんの声を聞くためにゲームをする。どこかに彼みたいに王子様で財力も権力もあってイケメンで私だけを愛してくれる人いないかしら。いたら即結婚してあげてもいいんだけどな。こうして恋愛シミュレーションゲームをして恋愛について学び、男心をくすぐる方法を学んでるんだもの。努力は裏切らないわ。ログインボーナスに続きデイリーを消化し、一通り報酬を受け取った。一仕事終わった。私の朝は忙しい。次はアニメサイトでアニメの視聴だ。あれ、このアニメ先月も見なかったっけ。3週目くらいまでは数えているのだが、それ以上は忘れてしまう。すでに見たことあるアニメもよく見る。気づけば13時だ。夜遅くまでスナック菓子を食べたせいか、朝はあまりお腹も減らない。そのため朝食は抜くことにしている。ふふ、こうしてダイエットしてればきっとそのうちスマートな体つきになるわよね。台所の方に行くと母は仕事でもういなかった。インスタントラーメンなら簡単にできるし、これでいっか。インスタントラーメンは得意料理だ。お湯を注ぐだけで済むし時間もかからない。ズボラな私にはうってつけの食べ物。いつもインスタントラーメンだけじゃ体に悪いし、たまには卵入れちゃおう。栄養も取れてるし問題ないわよね。ズゾゾゾゾゾ、うまい。ズゾゾゾゾ。ラーメンは鍋のまま食べる。器に移したり洗う手間も省けるからだ。はあ、くったくった。14時30分、ベッドに戻ってまたスマホでアニメを見る。一見するとぼっちや陰キャのように思われるかもしれないが、それは違う。私はしっかりと外部と交流もしているのだ。例えば推しの声優のサイトや SNS を閲覧して積極的に情報収集を行っている。また時にはファン同士で交流することすらある。そうよ、私は自分の時間を大切にしてるだけ。ぼっちや陰キャなんかじゃない。あいつらと一緒にしないでほしい。家にいることも多い私だが、ライブ会場に行くこともある。繊細で心の優しい私は社会と合わないし、傷つくこともたびたびある。それでも涼太くんに対する愛のためなら自分が傷つくことすら恐れない。涼太くんの動画を眺めながら次のライブのイメトレをしっかりしておく。偶然元推しの男性声優の結婚のニュースを見かけた。ああ、結婚したんだ。まあ元推しってだけだし、別にこいつが誰と結婚しようがどうでもいいけどね。相手は同じ声優業界の女性らしい。結婚か。ニュースの続きを読んでいくとインタビュー記事があった。子供は2人欲しいですね。できたら男の子と女の子がいいな。子供、結婚や子供など自分には無縁だ。だって私自身がまだ子供みたいなものだもの。子供部屋で暮らして親の助けがなくちゃ何もできない。将来のことを考え絶望した。現実逃避のためまだ17時だったが眠ることにした。19時。ご飯よ、鈴鹿ちゃん。今晩はリクエスト通り鈴鹿ちゃんの大好物のハンバーグよ。冷めちゃう前に来てね。はい。ハンバーグどう？味濃くない？ママのハンバーグは本当に美味しいよ。世界で一番大好き。
よかった、鈴鹿が元気に生きてるだけで嬉しいわ。私みたいに無理に結婚なんかしなくてもいいのよ。男なんて暴力振るって浮気して出ていくだけだからね。うん、分かってるよ。食後に風呂と歯磨きを済ませ、22時半にはベッドに戻る。きっと何もしなくても私の内面の美しさに気づいた王子様がきっと結婚しようと言いに来てくれるわ。このゲームみたいにだらだらとニュースサイトを眺めてたら、アラサー独身女性の危機という記事が目に飛び込んできた。ふん、彼氏はこれまで作ったことないけど、恋愛ゲームで男心を掴んでいるし余裕でしょ。家族だって大切にしてるし、これに出てる女たちとは違うわ。他人を見下して優越感に浸りながら上から目線でコメントを書き込むと少しすっきりした。生きてるだけで偉いんだもん。そう自分に言い聞かせるが、なぜか突然涙が止まらなくなった。昼間に見た元推しの結婚報道が蘇る。それに毎回母の優しさを感じるたびに、心の底で正体不明の罪悪感が湧き起こる。深夜2時、現実逃避のためスマホを見るのもやめて寝ることにした。明日が来なければいいのに、心の底からそうつぶやく。これが私のごくありふれたいつもの一日だった。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。